うことだよ、ちいさん。すまんな。あのおじいさん、味方じゃなかったの？これはむしろお前たちのため。何もかも平和のためじゃぜ。はい。黒土はいるか？あいにく土影様は国境付近に出向かれたままで。そうか。土影様が戻られたらすぐにご連絡いたします。ああ、頼んだぞ。さあ、このハマルの連絡を待つしかないか。ああ。もしかして全てあなたの？どういうことだに？なぜ黙っているだに？黙れ赤土。5年前我が里は抜け人の襲撃を受け、多くの若い忍びたちが命を落とした。お主らも大土月の襲撃を受けたであろう。そのためには未来ある若者に代わって戦う者が必要なのじゃ。三月にはこの計画に協力してもらう。待てよ、うちの里の追手は俺たちに手を出したとなったら、さすがに七代目が黙っちゃいないぜ。わしの計画を推し進めるためにはやむを得ん。話は終わりじゃ。影分身の術。陣痛、限界剥離の術。クー様はまだ君に会ったことがないからよく知らないんだ。でも会えばきっと気が合うと思うよ。そうだといいな。